3月19日日曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。高気圧に覆われて広く日差しが届きます。お出かけ日和の日曜日となりそうです。お洗濯物の外干しにも問題ありません。ただ山形県周辺では午前中雲が多めとなりそうです。また静岡県周辺ではシアラインの影響でにわか雨の可能性があります。お出かけの際には折りたたみ傘があると安心です。また南西諸島も雲が広がりすっきりしないお天気となっていきます。気温を見ていきますと、昼間は日差しのぬくもりを感じられるところが多くなりそうです。ただ各地朝晩は冷えますので、一日の気温差に気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご確認ください。